はい、こんにちは、ペソでございます。転職期続きやっていきたいと思います。それではですね、こちらの保冷城に攻めてみたいと思います。まあ、こっけおればなんとかなるんでね。あ、やっぱ付箋にしてきたね。ということは2回行かないといけないくなるんで、こっちからはまあ鉄砲隊ちょっと優先でいきましょうか。で、吉弘さん、まあこんな感じですね。こっちは牽制程度で、騎馬、で、宿老の2人、あ、貴さんいいや。あとはケンニョさん123よいしょ。お、やる気満々じゃん。下がった下がった。下がらせましょう。孫一さんにちょっと活躍してもらうのをメインとしたいんで、よしよしよし、貼り付けたね。はい、ケニョさんお帰りです。一箇所しかない。ちなみに舞台は大砲持ちがゼロ。 OK、 いける。アソケは大砲持ってないみたいですね。
が多いんで結構たくさん出てくるとは思うんですけどね。270ぐらいだったから、あっとっとっと、孫一さんに白取らせたいね。削られるのと、あとね、混乱しちゃうのがやっぱり厳しいですよね。
ー、だいぶ削られたな。やると楽だね。まあターンはかかっちゃうけどね。よしよし、このままこのまま。勝家さん探させましょう。パラ的にはもう普通ですね。最近130じゃ驚かなくなったんで。麻生さんはもう1回。はい。で、カイソウンさん。まあ、286。悪くはないですね。得高も高いですしね。じゃあ、あとのメンバーで、空白4つ攻めたいところなんですけども、まあ、これはちょっと秋にしましょうか。まず、キーナーってのはここだね。こうか。76で、あとは交尾ですね。まあ、才能豊かで、ちょっと足りん人がね、いいね。あ、そうだ、その前に昇進だ。あ、結構いるね。で、褒美やりましょう。
でもここはね、誰をやるか大体決まってます。一人は光秀さん。もうちょい上、70代でしたよね。でもう一人は、千歳優太かな。赤池さんでもいいけど、で信玄さんをね雇ってもいいんですけど、雇うとなんかねお亡くなりになりそうなんでね、もう79年ですから、実際亡くなったと言われてるのが73年なんですよね。6年経ってるん、あ5年経ってるんで、今78年ですから、まあそこですよね。何松さんって今どこにいるの？あ、松田城か。うん、これで一回パスしましょう。勝久さん、はい、いいですよ。あ、姫路、姫路当てきましたね。あとは配置が、あ、おるおるおる。あ、ここは空っぽ。ここも空っぽか。あ、宗像さんのね、あれが悪いね。ただここでね、行く前にここは今11人、ああ、ソンさんのこっちに行っちゃったんだ。ではですね、次回はここを目指すと上の4つ取れる？ああ、ここからになっちゃうんだ。日の江城だと立つか。なかなか行動力がねもったいないですからね。ここだと2つ一緒ですね。いや、水俣じゃなくてこっちだと
ああ、こっちだと、人吉、水俣、ああ、熊本城が取れないのか。まあ、2回に分けるしかなさそうですね。ただ、3人しかいないんで、やばいな、中世。ババさん。準備できましたので、あとはまずこの2つちょっと次回取りに行きたいと思います。でその後に南部攻略の方ですね、まあ、この辺から久喜さんのところからちょっと足がかりにして、であとはあそうだ風間さんらもね動かしたいですよね。ここだとああここだけになっちゃうんで、そうですね、ただここだとすごい美味しい、最大8つ取れる。なのでとりあえず移動しちゃいましょう。待てよ、ちょっと木木さんはね、置いてっちゃおうかなと思ってるんですけどね。1、2、3、4、5、6、7、7人か。カズマさんも過労だからね。
できたらね、ショーンさんとかあげたいですよね。まあ上にちょっと移動させときましょう。はい、で準備できましたんで、次回まあこの辺りと、あと南部目指してですね、ここ E の字にを選択すると8ついけるんで、まあ E のはちょっと取れちゃうかもしれないけどね。ああ、そうかそうか、ヒトヨシとあれだからいけんのか。1、2、3、4、5、6、7、8ですよね。まあ要するに肝付きと種子島が範囲から外れちゃうんですよね。そうですね、用費で終わるんで。このラインまでということになりますよね。だから下4つ残す感じになるのか。ではその辺ちょっと見越してね、やっていきたいと思います。では今回はここで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。